本間家の本物の本家の半間岩先生です。人間の天皇とか大統領とか、今の話、天皇というのは昔選ばれた大統領で総理大臣ですね。それが代々、皆の人気で、人間の人気で作られてるんです。普通の人間がね。私の方の本家の私の場合は違うんですね。まあ簡単に言うと、本物の王、男、女と王っていうのがいるんで、昆虫でもいますでしょ。女王アリとか、ね、王様アリとかね。で、だから私は普通の人と体が違うわけです。で、天皇とかイギリス・エリザベス女王は普通の体なんですね、人間のね。王でも女王でもないんです、体は。普通の人間なんですね。で、なぜ強いかというと、これ、団体が人気なんですよ。人気。だから、力を、強いのは、周りの人が力をね、貸して強いんですね。その本人はただの普通の人間なんですね。大統領も同じですね。総理大臣も同じですね。ということです。それでね、私がなぜし、し、あのー、団体の力なくて強いのかっていうのは、私一人の力だけなんです。だから重量挙げ選手みたいにね、重たいものを一人で挙げられるから強いとかね。それでね、人間たちは団体の力で、一人だと弱いわけですよ。普通の人なの、ただの。の違いであるというですね。私は人の手助けとか他の手助けを使ってないで強いわけです。一人で強いっていうわけですね。だから代表でも会社の役員でも強いのは、これはその本人は弱いわけです。みんなに人気があって、その一人に力を与える。だからその人が力良かった、他の人が力使ってあげるわけですね。それで強いわけですね。だから確かにその違う人だろうと、天皇だろうと、総理大臣だろうと、普通の会社の役員だろうと、強い人というのは、やっぱり周りがね、強くしてるわけです。その人気なわけですね。だから当然その強さ分仕事はできるわけですよね。ね、その本人だけじゃないけども、その仲間がやってくれるわけです。強いわけです。で、私は私で一人で強いからね、その一人での力でね、社会を動かしてるわけです。普通の人っていうのは人気者で社会を動かしてるの、力ね。本人だけだと、普通の人だから、普通の人の力しかないから弱いわけです。人気だから力強い。 YouTube でも人気があれば1日1億円稼げてる人がいるわけですね。遊んでてね、ということなんですね。強いわけです。そのお金を与えてる、力は与えてるわけです、周りが。だから私は一人、でもね、同じ力がある。私一人だけどね、それに対抗する力は持ってるわけですけどね。普通の人なのにね、って言ったって力強いからしょうがないわけですね。そういうことですね。人間の能力は半兆以上は100人に1人ですね。半兆以上の能力はなかなかいないですね。だから能力、人間っていうのはね、私の場合は本物のと言っていいわけですね。体は違うんですね。
男女で、まあ男と女両方持ってるみたいな感じですね、生物的にはね。本物の王様、私の場合はね、という違いだけど、だからに私一般人じゃないんです、本物貴族で。じゃあ性別は何ですかって、男女ですかって、王ですよということですね。だから登録では本当は王にしないといけないです、役所の登録でね、性別はね。天皇は男女でいいわけです。普通の人は人気者で王の真似してるわけですね。イギリス、エリザベスも女王の真似してるわけで、普通の人が。大きい会社の役員も普通の人が真似してるわけです。班長以上の能力はないです。だから経営なんかは本人でやらしたら会社簡単に潰れちゃいます。上の能力者を聞いて代表になって力をもらってね、 YouTube みたいにただでお金もらってるわけですね。たくさんもらう人はね、これは人気だから、人気があるからということです。で、力はないと誰もダメです、その代表は。私一人でやっても、私自身力なければ周り言うこと聞きませんしね。その人気者でね、力持ってなければ、やっぱり大きいことをやったり言ったりするダメです、やっぱり。ね、ということですね。力なければダメだということです、どっちにしろ。ね、だから一人でも力なければ、ね、認められませんから、動きません、周りは。で、普通の人でも人気であれば力あるわけで、みんなが聞いてきて、みんながやってくれるわけですから、力あるわけです。それに逆らうことはできないよね。たった一人だって、普通の人だろうと、その人力あればね、対抗できないでしょ。ね、強くなくちゃいけないわけですね。個人でも強いから私は言ってるわけですね。その違いですね。違いじゃなくて、社会の構造ですね。作りですね。以上です。販売用先生でした。